日ハムドラ一矢澤、二刀流相応の練習量を黙々とこなす。日本ハムのドラフト1位、矢沢宏太投手が15日、千葉鎌ケ谷の2軍施設でプロ入りを初めてブルペン入りし、その後、野手としての打撃練習にも入った。予定時間を超え、合同自主トレ中の新人で唯一、昼食後の休憩時間がなくなったが特に休みたいとかはない。まだ全然いけるとたくさんアピールした。YAZAWA のエネルギーが、そう簡単に途切れることはない。ブルペンではたった捕手に39投げ、10分空けて低打撃、打撃マシン、打撃投手と対峙し、さらに前からのトス打撃、最後に体幹トレ。他の新人が昼食に出向いても、一人で練習を続け昼に関しては休憩時間がなければいいだけ。変わらずやるべきことをやって、昼ご飯を食べて午後練習をするだけと話した。こだわりのルーティンでハードな練習を乗り越えている。今日は午前6時半に起床し、朝食後、ドラフト5位の奈良間と一緒に朝風呂に入る。朝、体を一回温めて、その後にストレッチをして、合同自主トレに入る。夜も練習を、夕食前にストレッチをし、終了後は洗濯をして、遅くても午後10時には就寝する。野球をやるために来ている。大学のような授業はないので、野球にすごく時間を使えて毎日が充実している。超ストイックな生活を続け、二刀流でのブレイクにつなげる。やっぱ二刀流って練習量やばいな。野球成人の素質ある。夜は金村奈良間と3人で風呂、朝は奈良間と2人で風呂。ふーん。金村が寝てる隙に2人だけの時間を楽しんでるのか。大谷もこんな感じでやってたな。二刀流やるやつの一番すごい部分って練習たくさんこなせる体力だと思う。まだ自主トレ期間なんだし無理しすぎるなよ。休むときは休まないといかんと思うが。早寝早起きで補ってるんじゃね。人一倍やらんと両立なんてできんわな。飯食った後の風呂はダメだろ。